ちは。スカスカのスカコーラこと、日本の希望、日本の夢、皆様のスカでございます。ただいま、G7 で頑張っております。日本のネットで、私が G7 でのけものにされていると、話し相手もいないと笑われているようですが、違います。私は、わざわざ、G7 の首脳たちと距離を置いているんです。わざと、傍観者として、一歩も、二歩も距離を置いているんです。なぜかといえば、なぜなんでしょうか？笑い。それは、安心、安全のためです。安心、安全の、スカでございます。笑い。また、私が天才であることを知られたくないからなんです。私ってものすごく知性が高いので、私と話して、他の G7 の首脳たち自身が、私、スカに比べて、俺たちはバカだったと思わせたくないからです。私は、おもてなしの心を持っています。これこそ、おもてなしなんです。冗談です。おめまくりです。さてさて、本日は、土葬問題から考える非可要件についてお話ししたいと思います。題して、イスラム教徒日本国に要求へ。土葬ができるように、イスラム教徒のための日本全国都道府県に土葬墓地を作ることを求める、です。それでは、早速行ってみましょう。この問題は、過去に何回かにわたって動画を作ってきました。今回の大分県も問題も以前に動画を作ったのでお暇な時に見てもらいたいと思います。褒めまくりはいつかこのような事態になると思っておりました。また将来この問題は日本国を揺るがすほど大きな問題になると思っております。それは欧米を見ていれば容易に想像できます。今回は日本に帰化したイスラム教徒の人が日本国に対して土葬できる公営墓地を各都道府県に少なくとも1箇所設けるか既存の公営墓地に土葬できる区画を整備するよう求めることにしています。イスラム教徒の団体で日本国籍を取得している人が日本に暮らす外国人が増える中自分の文化や信仰に沿った墓がないのは深刻な問題で国に対応を求めたいと話しています。また、イスラム教では、信者が亡くなった時の火葬が戒律で認められず、土葬をしなければなりません。こう NHK は主張しています。褒め、まくりは、このイスラム教徒の団体に対してどうこう言うつもりはありません。自分たちの生まれ育った母国の宗教を信仰し、その宗教を、日本に持ち込みたいという思いなのでしょう。信仰するなということも言うべきではありません。やめろと言ってもやめられないからです。無理なものに言っても無駄でございます。時間の無駄です。日本国はイスラム教に対して尊重しなければなりません。ただ、それは日本国においてではなく、イスラム教の母国で信仰するということを尊重しますということです。褒め、まくりが文句を言いたいのが日本政府であり、自由移民党という銭ゲバ集団であり、日本最大の外国組織に文句を言いたいわけです。簡潔に、最初に結論を言います。日本に適合できない、日本の文化を尊重できない、日本の伝統を尊重できない、日本の社会が受け入れることができない、外国の習慣、外国の文化、外国の宗教観、外国の価値観、外国の食文化を日本に入れようとする日本の宗教と相入れられない宗教を日本に持ち込もう。そういう人の帰化を容認すべきではありません。日本には日本の伝統と文化があります。先祖代々守ってきた日本の社会があります。なぜ一部の外国人のために日本の社会を崩壊させなければならないのですか？NHK の主張では、イスラム教では、信者が亡くなった時の火葬が戒律で認められず、土葬をしなければなりません、と言っております。なぜ、NHK は、日本の主張を言わないのでしょうか？日本では、土葬は認められていません。日本は、
現在は仮想です。これが日本のルールです。日本のルールを一部の日本の価値観と相入れられない人たちのために変更させてはいけません。破壊させてはいけません。日本の社会、規範、道徳、ルール守れないんだったら日本から他の国に移民すべきではないですか？となぜ主張しないのでしょうか？いいですか？日本に、日本からお願いして移民で日本国籍を取得してくださいとお願いしたわけじゃありません。帰化した人たちが自らの意思で日本に帰化したわけです。最初に言いましたが、文句を言いたい、抗議したい対象はイスラム教徒に対してではないんです。日本政府なんです。自由移民党なんです。異宗教の外国人の帰化を認めたらこうなることはずっと昔から分かりきってたことです。あまりにも自由移民党はリスク管理ができていません。はっきり言って無能すぎます。原発問題、武漢ウイルス問題、オリンピック問題、無能すぎませんか？想定外でした、想定外でした、想定外でしたを連発するありさまです。将来予測する能力すらない無能集団が自由移民党です。日本国民の多くは自分の家の隣にイスラム教徒の墓地なんかできてほしくありません。キリスト教の墓すら嫌だという人もいるでしょう。日本人の心を自由移民党は踏みにじっています。まだキリスト教は日本の社会とは現在ではそれほど敵対的ではないというのが現在の日本人の認識になっているとは思いますが、だからといって完全に日本人の価値観と同一ではありません。また過去にキリスト教が日本人に行った宣教師たちが日本人たちを奴隷化し海外に連れ去っていったことは日本人は忘れてはいけません。日本人の子孫に語り継いでいかなければいけません。気を許すなということです。そのキリスト教よりも日本人の価値観に合わないのがイスラム教です。今さら説明する必要もないでしょう。すべてが日本人の価値観、文化、伝統と合いません、合致しません。帰化を認める、帰化を認めないは日本国の主権です。確かに日本国憲法というアメリカ軍によって押し付けられた憲法には信教の自由の保障とありますが、これは日本人に対してのものであり、日本人の宗教と対立する外国人の価値観の相入れないものに対してまで信教の自由を保障したわけではないと思います。そもそもこの憲法は時代錯誤であり、またこれはアメリカから押し付けられた憲法なので、信教の自由の保障などというものが日本国憲法第20条に勝手に入れられてしまったものだと思っております。欧米では信教の自由はカトリック教会からの人間精神の解放を求める戦いの結果として確立された歴史があり、それは精神的自由そのものの希求として近代の自由権確立の原動力となりました。このような背景から、近代憲法は例外なく信教の自由を保障する規定を盛り込んでいます。日本には日本の伝統と価値観には合わない条文であると思っています。何度も言います。自由移民党はいい加減にふざけた政策はやめなさい。イスラム教の国からの移民なんてもってのほかです。認めるべきではありません。イスラム教の国からの旅行者でさえ受け入れるべきではありません。イスラム教徒は他の宗教になんか改宗しません。実に信仰深い人たちです。その人たちが日本に移民し、帰化し、日本で生活すれば、そのイスラム教徒の人たちも苦労するでしょう。食文化も合いません。結局、日本人と対立するに決まっています。日本人は豚肉料理が大好きです。生姜焼きが大好きです。いちいち、イスラム教徒に対して遠慮しながら食べるなんて受け入れられません。イスラム教徒の人たちが安住できる国は日本ではありません。安住できる国に移民する機会を妨げてはいけません。日本は
イスラム教徒が安住できる国ではありませんと、明確に、はっきり言うべきであり、世界に発信すべきです。そうすれば、イスラム教徒も、日本に移民しようと考えないでしょう。この大分県をはじめ、各地で摩擦が起き始めています。すべて自由移民党の責任です。無責任な自由移民党が招いた人災です。日本人というのは、自分自身に災いが来ないと、ことの重要さを認識できないほど、バカが増えています。あなたの隣に、イスラム教徒のモスクができたらどうですか？イスラム教徒の墓地ができたらどうですか？イスラム教徒の祈りが始まったらどう感じますか？今の日本人は、自分さえ良ければそれでいいという人が激増していると思いますが、自分に災難が来ないとでも思っているのでしょうか？日本国への帰化条件は次のようにあります。引き続き5年以上日本に住所を有すること、20歳以上で本国法によって行為能力を有すること、素行が善良であること、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること、国籍を有せずまたは日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと多重国籍の制限、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てもしくは主張し、またはこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。こんな条文では現在では通用しません。時代遅れの条文です。悪意のある外国人が虎視眈々と日本国籍取得を狙っています。そんな時代です。日本社会、日本の伝統、日本の規範、日本の道徳に従えない者には帰化の許可は出さない、もしくは帰化の取り消し、抹消。日本人が受け入れがたい異国の文化宗教を日本に持ち込む者へは帰化は許可しない。日本への敵対行動を取った場合帰化を許可しない、もしくは帰化を許可してしまった場合帰化を取り消す、などちゃんと明文化してほしいと思います。皆様はどう思いますか？どう感じますか？それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。